シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は今週末公開作品と3月25、26公開の作品について語っていきながら、今週のシネマサロン収録作品を決めていきたいと思います。それでは例によって竹内さん、今週は結構いっぱいありますね。そうなの、丸が6本お、6本、三角が1本、はい、で本当は丸のうち1本昨日のうち見ちゃおうと思ったんだけど、おズルできなかった。劇場が結構もう満席に近くて、うもうこんなところで見てられないなと思ったんで、なるほど、本当は昨日1本稼いどこうと思ってその代わり昨日はたまらん坂を見ました。あ、そうなんだ、うん、どこでやってたの？え、ケーズシネマ。 あの今ほら、ヒゲノ君が手伝ってる、はいはいはい、映画だったんで、ちょっと見てみた。で、丸の1本目、はい、二重丸にしろというリクエストがありましたけど、はい、それはあの僕は二重丸までいかないんで、はい、一重丸の、1本目、はい、ベルファスト、はい、監督脚本制作ケネス・ブラナ、はい、今年のアカデミー賞、アメリカのアカデミー賞で7部門ノミネート、イギリスのアカデミー賞で6部門ノミネートされて、あのイギリスの、作品賞を取ってますね、はい、イギリス映画映画賞ですね、はい。アカデミー賞には大ベテランのジュディ・レンチとキアラン・ハイズが助演賞候補で、お二人とも名前が挙がっているということで、まああのなんか予告編見てるとね、多分現代のカラーから過去のモノクロに行くのかなっていう、なんか作り上がりなのかなっていうふうには予想できますけど、まあケネス・ブラナーが出てないし、きっとよくできてんじゃないかな昔ケネス・ブラナーが出始めの頃に日本ばっかのビデオをね、アスミックにいる時に発売したことがあったんですよ。だからケネス・ブラナー出始めた、あの、彼がすでにもう俳優としてね、はい、オールドビッグ・ザの俳優として有名ではありましたけど、映画に進出して出始めた頃に、一応検討作品ということでね、アカデミー賞何部門ノミネートだったかな、あれなんだっけ、オセロじゃなくてなんだっけな、あれなんだっけ、忘れちゃったよもうケネス・ブラナーがね、アカデミー賞にノミネートされたシェイクスピアの映画化作品、はい、もう買い付け、日本で買い付けシアターでね、検討してみたし、あ、日本のシアターだったんですね。で、結局アスキーが買ったんじゃん。あ、アスキー映画さんありましたね、うん、アスキーじゃなかったかな、確かちょっと覚えてないけど、あとシャンテでやった、なんかな題名の長いなんかシェイクスピア劇団の売れないシェイクスピア役者の映画をセテラで買ったんだよね、はいはい、でこれを確かビデオでアスミックで出した、発売した、はいはい、発売じゃないの、販売、発売だったかちょっとよく覚えてないけど、はい、90年前後かな、うん、の話ですね、うん、まあいうことでね、ベルファスト結構あのケネス・ブランナーの個人的な出自のね、なんかね、生まれベルファストなんですよね、モチーフになってるので、はい、まあぜひ、はい、まあ、ベルファストっていう土地も非常に微妙な土地ですからね、いろいろ子供の頃の記憶にいろいろなね、うん、人生の苦さと甘さをきっと加えて描いてんだと思います、楽しみです。2本目の丸、はい、ナイトメアアリー、はい、これは原作ウィリアム・リンゼイ・グリシャムさんのですね、悪夢孤児っていう小説だったんですね。今出てるタイトルは悪夢孤児ナイトメアアリーになってますけど、これもともとだから1回映画化されてるんですよね、1947年のアメリカ映画で、監督エドマンド・グールディングで、主演もタイロン・パート、ジョン・ブロンデルだから、まあ結構 B 級ではないと思うんだけどね、当時の公開タイトルはなくて、これ確か未公開なんだよね。ああ、そういうことか。最初ワウワウでやったんじゃなかったか。最近は結構名画座で、この間シネマベラかなんかでやったのかな、一応日本タイトルは悪魔の行く街っていうタイトルになってますよね。で今回は監督制作脚本がギジェルモ・デルトロで、まあ、主演が多分そのタイロン・パーの役がブラッドリー・クーパーということ、ジョン・ブロンデルの役がケイト・ブランシェット、うん、まあ、他にもトニ・コレット、ウィレム・デフォー、リチャード・ジェンキンズ、ルーニー・マーラ、ロン・パールマン、メアリ・スティンバージェン、久しぶり、うん、デイビッド・ストラザーも出てます、ね、うん、ということで、まあ、結構やっぱりキャストもね、うん、素晴らしくて、まあ、いかにもギジェルモ・デルトロが好きそうなお話だとは思うんですよ、うん、はい、結構ね、だからこれちょっとあの何て言うんだろう、
なんか予告編見てる限りこれもまた現代と過去のシーンが交錯するみたいなので、うんうんうん、そういう描き方がちょっと多分前作とは違うんだろうし、これ多分リメイクってことよりも、原作をモチーフにしたギジェルモデルトロの改編バージョンっていう風に読むことができるんじゃないかと思うので、まあ、楽しみですよね。なんか今この、 あの悪魔の行く街は配信で見られるみたいですね。あ、そうなんですね。結構もうなんか僕のお友達が Facebook で見た見たって書いてるんで、ナイトメアリーを見てから見るのか、ナイトメアリーを見る前に見るのか、まあ、見てから見た方がいいのかな、やっぱりね、よくわかんないですけど、僕はあの初見は、モニター見ませんので、まあもしどこかシネマベラとかでもやったら見に行こうかなと思ってますけど。3本目の丸、オートクチュール、監督脚本がシルビー・オアヨン、これ多分だからフランス人じゃないんだよねきっとね、どこか系のフランス人なのかな。主演がまあセザール賞で主演助演2回ずつ撮ってます、ナタリー・バイ、まあフランスの名女優です。対するのが今年すでにガガーリン、フレンチ・ディスパッチ、のリナ・クドリですね、3本目ですね今年、はい、でこれはクリスチャン・ディオールのアトリエが舞台になっている、まあ、おはりこ超ベテランの、うん、もう今にもやめていこうかっていうね、うん、おはりこと、はい、そのおはりこが見出した、多分移民の娘なんだと思うんだよね、はいはい、まあ、そういう多分人種問題も描きながら描いてるんだと思うんですけど、うん、リナ・クドリはちなみに今なんかフランスの大作の三銃士のコンスタンス役をやってるみたいですね。だって可愛いもん。なんだそりゃ。あんた意見なんか聞いてねえよ。可愛いし。結構ね、あのキャストも面白いので、うん、まあちょっと楽しみ。多分日本で公開するのかなこれ。なんかやっぱり日本、前編後編の日本で、うん、やっぱフランスの中、まあ多分娯楽映画の超大作なんだと思うんですよね。やるかな今だったら日本でも。まあ、なんでリナ・クドリね、あの最近注目の、フランス女優ですね。もしかしたらあのリナ・クドリって言ったけど移民系だから リナ・クードリなのかも。確かに、まあ、クードリって表記もあるみたいです、ね、いやいやクードリって表記なのよ。あ、そうか。僕が勝手にリナ・クドリって言ってるだけ。なるほどなるほど。なぜかって OU だから、うんうん、だけどもしかしたらその移民系の名前なんでリナ・クードリなのかもしれないですね、うん、から4本目の丸、ニトラム、これはカンヌ国際映画祭のコンペに出品されて最優秀男優賞、一応字幕つうかあのテロップでは最優秀主演男優賞になってますけど、ほぼほぼ映画祭には主演男優賞助演男優賞ないので、うん、あれは表記の間違いだと思います、セテラのね。あれちょっとね、ああいうだから間違い表記はちょっとやめてほしいんだ。あとやっぱ映画祭ノミネートっていう風に書く人が多いんだけど、あれは IMDB の悪しき影響だと思うんだよね、うん、あのノミネートではないです。参加違うじゃん、公式出品。あ、公式出品、うん、シネマサロンをご覧になっている方々は映画祭ノミネートっていう言葉は使わないでほしいなと思います、はい、これはあのジャスティン・カーゼルっていうあの、マイクル・ファスベンダーが出た、うん、マクベス、それからアサシン・クリードなんかを撮ってる監督ですね、うん、が、オーストラリアの結構有名なその何ですか、銃撃惨殺事件を映画化したものですよね、はい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 。でその犯人を、今回そのニトラムでカンヌ国際映画祭の、最優秀男優賞を受賞しました。ケイレブ・ランドリー・ジョーンズ、はい、アンチバイラルってこの間ねそのプロ、うん、なんだっけポゼッサーかの話しましたけど、はいはい、ブランドン・クローネンバーグ あのブレイクした作品のアンチバイラルの主役をね、はい、やってた、ちょっとこうなんて言うんだろう、線の細そうな線描質的な役が多いですけどね、まあ、まさにニトラムにはぴったりだったのかもしれませんけど、で結構オーストラリアの名優が脇を固めていて、インドへの道、夫たち妻たち、僕はあのビデオだけですけど裸のランチをね、うん、やったことありますけど、ジュディ・デイビス、それから、まあ、これもオーストラリアの名優でオーストラリアアカデミー賞何度かお取りになってますけど、アンソニー・ラパリア、なんかが出てますね。でこれはあのポートアーサー事件ってなんか結構オーストラリアではすごく有名な事件らしいですけど、死者35人、負傷者15人っていうね、結構大きな事件だったみたいです。1996年4月28日オーストラリアのタスマニア島の、さらになんかそのタスマニア島のどこかで、アーサーか、だからアーサー港、そのポートアーサーでね、あの起こった事件らしいです。
まあ、あの犯人の名前はマーティン・ブライアントっていう人らしいですけど、ニトラムっていう名前自体がね、これマーティンのアナグラムっていうか逆読みなんですよね。なるほど。だから子供の頃からバカにされてマーティンを逆読みされてニトラムニトラムっていう風に言ってバカにされて育ったっていう風になんか言われてますけどね、うん、それは映画ではどう考えてるか。今このオートクチュールとニトラム2本でねこう紹介したんですけど、オートクチュールの配給がクロックワークスで、はい、ニトラムの配給がセテラっていうね、はい、普通だと逆じゃないのって思うんで、ちょっとあの今週ねこの2本が並んで、しかもあのオートクチュールみたいなフランス正統派の、まあ、娯楽映画って言っていいと思うんですけど、なんか通常であればセテラ配給なのかなって思うような作品、ね、これでもオートクチュールニューセレクトさんとの共同、あそうか、ニューセレが買ってるのか、多分その可能性で配給がクロックワークスなんだ、うん、提供が、まあ、ちょっとその辺はねどういう構想、でもニトラムのセテラっていうのなんか珍しいよ ね、これはあれかな、あのセテラのきっと構成員の方々が変わって、うん、ニトラムみたいなやりたい人はいたのか、うん、久しぶりになんかあれ社長があの萌えに萌えてこれを買ったのか、うん、ちょっと裏話を聞いてみたいな、社長にヒアリングしないとですね、うん、なんか通常できば逆なのかなっていう気がね、うん、したんで、はい、なんか今週の注目作を並べてる時にちょっと意外だなと、ね、うん、面白いなと思ったんですね、はい、から5本目の丸、はい、アンビュランス、はい、これ監督制作久しぶりにマイクル・ベイ、これいつ以来だろう、マイクル・ベイ監督ね、で主演はジェイク・ジレンホール、それからパーフェクト・ケアで非常に可愛かったエイザ・ゴンザレスがヒロインをやってますね、はい、これは実は2005年のデンマーク映画25ミニッツのリメイクなんですね、うん、アメリカ版リメイクということでデンマークの監督がね撮っている映画でしたけど、今回はマイクル・ベイがそれをリメイクしたということですね、なんかあのアンビュランスは当然救急車、はいはい、で結構その救急車をマットに描くんで、あのちょっとひねりを加えたアイデアで描いてるみたいなんで、うん、まあ、きっと多分そのデンマーク映画のアイデアが面白くてハリウッドの誰かが買ったんだろうなということで結構楽しみですね、うん、なんかでもバンバン救急車走ってて、うん、その振動でもう死ぬんじゃねえのって思っちゃったりするんですけどねどうかなそれ大丈夫か患者さんって思っちゃったんですよ6本目の丸、はい、ボイジャー、はい、これはあの現役者アイゼンハウダイバージェントなんかの監督で脚本で、うん、知られてるニールバーガーの作品ですね、あの最強の2人っていう映画あったじゃないですか、はい、あのフランス映画で、はいはい、あれはアメリカ版リメイクした時のザ・アップサイドの監督ですね、あ、なるほど、僕はこの現役者アイゼンハウって確かニューヨークで見たんだと思うんだけど、うん、お新しい監督がこういうの出てきたんだなと思って、うん、現役者アイゼンハイムって現代がイリュージョニストっていうタイトルだったんですよ、うんうん、結構いいタイトルだなと思ったんだけど多分日本で使いにくかったんじゃないかと思うんですよ、ね、なんかその頃似たようなタイトルの作品がなんか日本3本あって、それが多分日本で使えなかったあれなのかなと、うん、で主役がですねあのマットっていうベネチア映画祭かなんかかな、あこれじゃないのか、ベネチアではあのグランドショーだ、グランドジョーだ、グランドジョーっていうあのニコラス・ケイジと共演した作品で、うん、マルチェロ・マストリアニ賞、いわゆる新人賞を取った、うん、まあ、当時少年、今やもう成長してレディプレイヤー1の主役を確か演じたと思うんだけど、タイ・シェリダンですね、それから、ヒロインがリリー・ローズ・デップはジョニー・デップとあのバネッサ・パラディの娘ですよね、うん、あの結構映画もいろんななんかこう趣味性の高い映画に出てたんですけど、プラネタリウムでね、うん、あのナタリー・ポートマンと共演して、うん、まあ結構もうあの多分英語もフランス語もベラベラなんで、ヨーロッパでもアメリカでも出られるから、うん、ちょっとお得ですよね、はい、ちなみにですねこの間あのゴヤの名画と優しい泥棒で、はい、息子役を演じてましたフィオン・ホワイトヘッドも出ていますね、はい、ダンケルクで主役やってる人ですね、それからこの間あの見ても分かんなかったバットマンに出てましたコリン・ファレルも出てます、はい、ここまでで丸が6本、はい、結構娯楽系の映画が多いかな、しかも洋画ばっかりですね、洋画ばっかなんですよ、うん、今週は邦画がないんですね、はい、洋画の方が多かったっていう週ですなんかスルーしていいのか突っ込んだ方がいいのか、いやスルーしてくださいと、はい、三角の一本目っていうか一本しかないんですけど、はい、映画おそ松さん、はい、監督はちょうどですね僕まだアスミックエースにいる頃にハンサムスーツでデビューしまして、最近は結構キラキラ系映画とかも多くなってます、花房勤監督の最新作ですね、脚本がこれシベリア少女鉄道の代表の
堀良一さんが担当されてるんですよ、ね、だからこれちょっと変わった脚色になってるのかなという気もしないでもないんですけど、わざわざ多分これ堀良一さん指名で頼んだんだと思うんですよ、ね、なるほど。で今までのだからテレビシリーズの脚本監督とも全然違うので、うん、どうなんだろうこれ。だからちょっと見てみないと分かんない。ちょっと横を見てると危険な匂いがするんですけどね。しますね、ちょっとね、うん、ぶっ飛んだ映画かもしれないね。まあスノーマンが主役なんで、うんはい、6人じゃ収まりきんなくて、そう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 、3人キャラクター作ってますからね。なんか黒い服の3人がいましたね。でチビタ誰がやるんだろうと思ったら桜田ひよりちゃんがチビタをやってるんですよ、ね、あ、そうなんだ。イヤミ誰がやるんだろうと思ったら前川泰之さんだったんですよ。ちょっとこの中途半端なキャスティングもどうなんだろうっていう風にちょっと思うんですけどね。でもまあちょっと怖いもの見たさというか不思議なもん見たさで、はい、映画おそ松さん、はい、ちょっと気にはなるかなという風には思います、はいはい。まあその他これで一応僕のランクは終わりなんですけど、まあ、気になる映画といえばツーアウトフルベース、久しぶりですね。加藤新介君と、うん、あの後藤なんだっけ竹則さん、はい、オーストラマコンドっていう劇団で一緒にやってる2人なんですけど、そうなんですね、この2人が一緒に共演と同じ場面に出るのかどうかは知りませんけど、うん、同じ映画に出るのってなんか初めて、僕が初めて、うん、いや出てるのかもしれないけど知らなかったからちょっとそれで見てみたいなっていうね、うん、いうふうには思いました。あと今週もし本当だったらもう一本公開作品があって蜜月、はいはい、あーそうだ飛んじゃったんだ、殺川愛美さんの主演で、はい、結構ちょっと見てみたいなと思ってたんですけど、はい、まあいろいろなご事情がございましたようで、公開が監督のね、公開があのそれには言及しませんけど、はい、公開が飛びましたんで、はい、ちょっと残念ながらなくなった、はい。でもまたですね、名画座も結構見たいものが多くて、はい、名画座じゃないですけど、まず単館でポルポル東中野で、はい、杉田教授監督特集が始まるんですよね。ただこれもう時間調べたら夜8時半から1回ずつ1本ずつなんですよ、うん、でしかもその1本ずつの中にハルハラさんの歌の上映が結構多いんですよね。あ、そうなんですね、うん、多分だからロングランをしているロングランとこの杉田教授監督特集家が合わさってんだと思うんだけど、8時半から例えば光の歌見るのは結構大変だなっていう、うん、光の歌はね結構長い、2時間半ぐらいあるんだよね。でも歩いて帰れるでしょ。歩いて帰れないことはないけどね、うん、歩いて帰る無理じゃないですかね。え、多くないですか結構。まあ多分どうだろう、1時間ぐらいかな、うん、そ帰れます。多分1時間ぐらいで、阿佐ヶ谷から、阿佐ヶ谷からね普通に足で帰ると40分から45分なんで竹内さん歩くの早いですもんね。うん、東中野だとまあ真面目に歩けばもしかしたら45分ぐらいかもかな。汗がやくらい。でもさ、光の歌見終わるともう11時半なのよ、はい、それから1時間歩くの嫌じゃない？ちょっとね、うん、まあだからもちろん電車乗って帰りますけどねなんだけど、まあちょっとぜひ光の歌だけは見てみたいな、はい、長いからは光の歌や私の歌かも見てみてもいいかもなと思ってた、うん、からいよいよだからボストン視聴者を何回か見逃してるんで、はい、今週はモルク阿佐ヶ谷でね、はいはい、ちょうどいい12時40分から5時半ぐらいだったかな。でずっとあの毎日楽しみに見てる大相撲春場所も終わるんで、うん、ちょっとこれは見たいんだけど、その6本のね公開作品がある中でどうやって見ようかな。あとあの神保町シアターではですね、僕の大好きな時代映画、時代、山本周五郎と時代小説の世界っていう特集をやるんですよね。まあ、この中で僕が見たいのは田坂智孝監督の小さこべと、三船敏郎主演で、稲垣浩監督の柳生芸長を見逃してるんで、面白そうだね、それ。いや面白そうよ、うん、見てみて。だって三船敏郎とあの東宝時代の鶴田浩二が柳生芸長だもんね、五味浩介ですね原作は。なんでこれ2本ちょっと見逃してるんで、うん、小さこべがまた長いのよ。これは3時間ぐらいあるんだよね。やっぱりね、結構田坂監督は長い映画、あの冷や飯とおさんとちゃんっていう、あの山本周五郎の原作3本を使った映画も今回上映されるんです。これはまあ昔見てるんでいいんですけど、もう中村金之助のあの頃が素晴らしくてね、ぜひあのおすすめなんで、冷や飯とおさんとちゃんとかね素晴らしいですよ。なんで結構やっぱり毎週毎週なんか知らないけど
見るもんがすごい少ない時は名画座とかも見るもんがなくて、公開作品で見たいものがすごく多い時に名画座とか単館でなんか特集やってんだよね。なんだろうこれ、マーフィーの法則かしら、ね、マーフィーの法則なのかしら、かもしれない、ね、なんだかこううまく歯車がない、ね、うん、まあと言いながらでもやっぱり東京は見るもんがいっぱいあってバラエティに飛んでて、やっぱり相変わらずすごいですよね。あ、ちなみにモルク阿佐ヶ谷はボストン視聴者に引っ掛けて、あのフレデリック・ワイズマンの作品他に2本もやるんで、まあ、1本は DVD 上映みたいですけど、でもそれでも見る機会がなかった人には僕も見はぐってんで、ぜひ見たいなというふうに思いました。はい、今週の僕の注目作品は以上です、はい、じゃあ竹内さんが挙げられなかったやつで、はい、私からは、ダイナソージュニア、フリークシー。ダイナソージュニア、はい、まあこれあの、まあバンドものですね。結構音がでかい。はいはいはい、なるほど。まあただ私もちょっと別にダイナソージュニア余ったわけではないので、うん、ただやっぱり相変わらず音楽ドキュメンタリーが多いですね。本当に多いですね。今後ももうどんどん配給されるみたいで、うん、あと、邦画でボケますからよろしくお願いします。あ、これでも続編の方だね。おかえりお母さん、うん、これ続編なんですね。ボケますからよろしくお願いします、お願いしますっていう声編があって、うん、それの多分後日談だと思う。なるほど、うん、声編はご覧になったんですか。いや見てないですね、うん、まあ、ちょっと 見たいなとも思ったんだけど、やっぱりちょっと自分の母親がボケてた頃なんで、あ、まあ自分の母親だけで十分かなっていうふうにちょっとね、うん、そういう感じですよね、うん、はい、 T さんはいかがですか。そうですね、ほぼほぼ丸が同じ。オートクチュールが特に見たいのと、 あとはジャニオタの友達とおそ松さんは見に行くと、なんかもう予約するよってずっと言われてて。なるほど、やっぱ一人では見たくないんだ、その人も友達も。なんか多分私がいっぱい映画見てるんで一緒に見ようって誘ってくれてて、結構でもやっぱりね、ジャニーズファンの方連れ立って行かれる方多い、ね、やっぱり一人で見てさ、終わった後なんか、ね、お茶飲んだり、そうだよね、お酒飲みながら映画の話、やっぱりなんか見終わった後映画の話するのが楽しいよ ね、 いですね、映画ってね、うん、あの2人で見に行っても映画の話できないのが寂しいですよね。どういう意味、意味が分かんない。だって収録するから。あ、そうか、収録までお預けになってるから。まあ確かにそれはそうだよね。本当はそれで酒を魚にしながら飲みたいんだけど、まあねちょっと残念っていうね。だってし始めると怒るじゃん。そうだから柳生十兵衛見に行って、柳生十兵衛じゃない、柳生武芸町、柳生武芸町だ、柳生武芸町見に行って飲みに行きますか。じゃあ、あ、いやいいけどね、それちょっと楽しそうだよね。まあ、神保町飲むとこいっぱいあるし ねマンボウも終わったからお酒もきっちょっと楽しそうじゃないですか、うん、いいなそれ。神保町あとあれだよね、なんかあのひまわりは取り上げないのか。ひまわりね、東京はね、ひまわりは来週じゃないかと思う。なんかどんどん増えてますよね。でももともとひまわりは去年やったんだよね、うん、それでもほらね、ウクライナ情勢に合わせて拡大公開でしょうね。そう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 、拡大公開じゃないよね、違うか、限定の公開をまたやるっていうだけです、ね、そういうことか、うん、でも弊社も実はウクライナ映画1本関わってまして。あ、そうなんだ、はい、あの某ミッドシップさんと共同で1本やるのがあるんですね。あ、 それは多分未公開なんですけど、うん、まあこういうご事情なので公開も検討した方がいいかなと思って。なんか矢田部さんがあれだよね、あのウクライナ映画のなんかファンディングかなんかやってるよね。あ、そうなんだ、うん、ウクライナ映画祭かなんか緊急でやってくれると出品できる。なんかそれじゃないかと思う。あ、そうなんだ、うん、なんか監督も戦地に行ってるらしいんで。そうだよね、それはしょうがないとは思うけど、いろいろ、はい、じゃあ、今週の収録作品を決めていきたいんですが、ね、まあ1番目はベルファストかなと思います、うん、それからリクエストもいただいてたオートクチュール。オートクチュール、こっから先はちょっと迷うんですが、うん、で邦画が全然ないので、うん、まあ、ちょっとやっぱり気になるおそ松さん取り上げたいな。これでまたきっと熱心なあのシネマソロンファンがそれはやらなくていいんじゃないかっていう感じ。いや、他の熱心なファンの方もいらっしゃいますから、うん、でもちょっと気になるじゃないですか、作り上がりがどうなの。まあね、あと見やすいっていうのはあるよね。そう、この後が気になるけど、まああとはナイトメアアリーかな、うん、まあ、アカデミー賞にノミネートされてるからね。そうそう、アカデミー賞の話するから、うん、これ別にシネマサロンで取り上げなくても絶対見なきゃやんないでしょ、うんうん、そうですね。そうするとね、個人的にはアンビランス、ニトラム、ボイジャーだったら、うん、ニトラムとボイジャーかなと思うんですよ。ああ、
6本ってことなんですね、うん、また6本かい、うん、ニトラムとボイジャーがいいんじゃないかと、はい、うん、まあそうだろうね、うん、よろしいでしょうか。はい、いいですよ、はい、じゃあおさらいです。今週のシネマサロン収録作品は、ベルファスト、ナイトメアアリー、映画おそ松さん、オートクチュール、ニトラム、ボイジャー、以上6本にしたいと思います。来週もさ収録が水曜日なんでさ、水曜日あの火曜日まで6本見なきゃいけないのが結構大変なんだよ、ね、でしかも通常週の木曜日だと全然余裕なんだけど、はい、うん、か変わんないんですよ、ね、なんかこぼれそうだったらメールでもください。そうね、っていうか収録日は変わんないんですよ、ね、収録日は30日ですね、1週間後です、水曜日です。だから木曜日にはなんないんだよね。すいません、確認。はい、何でしょう。あの検索システムが、あ、そうだ、失礼しました。あのリクエストもいただいてました。あのシネマサロンの過去作品の、うん、検索システムがあのチャンスインのホームページに開設されてまして、チャンスインシネマサロンで検索していただくと、うん、もうそのページにダイレクトで飛びます。チャンスインシネマサロン、はい、洋画と邦画でリスト化されてます。あ、洋画邦画ね、はい、うん、どちらも五十音順で検索できますので、うん、覗いてみていただけるとありがたいです、はい、はい、ということで、収録してまいりました。よろしければチャンネル登録リクエスト等いただけると嬉しいです、はい、どうもありがとうございました。